はい、どうもこんにちは。カスタムロボ V2 実況プレイ続きやっていきます。悪エリアゴライアス編、パーツ2ですね。ゴライアスの館もう終わりって感じするけど、結構長いのかなと思ったけどさ、多分ここにいるのはまあゴライアスだから七瀬いいんじゃないかな。言うても娘だしな、孫娘。どうしよう、なんだっけ、クソデカカスタムロボ、ジェノムスみたいなやつとか出てきたらちょっとやだな。まあローガは出てくるだろうな。ボロンジコテングこっちに出てるから、じゃあ行きましょう。あー、おー、やっぱローガか。ようこそゴライアスの館へ。ここのルールはノンリミットバトルだ。お前なんかさ、でもさ、あ、でもコンセプトで単純にゴライアスの館を作ってるだけか。俺はもう改心したんだって言ってたもんね、ローガは。そしてここでは違法パーツの転送もオンにしてやろう。え？もらえるの？どうせここで出てくるパーツはほとんどがドレッドからいただいてきたもんだからな。あ、そうなの。だから忍者っぽいの、ちょっと。我々はいただくもかゆくもないのだよ。では、俺も上の階で待たせてもらう。はい。よろしく。全8000。やっぱ多いな。アクアいいわよ。だってあなたみたいな可愛い子いじめてもいいんだもん。さあ行くわよ。ハミハミハミ。耳食われてる。ゴライアスに栄光あれ。カメラ。何これ、フォーミュラースターみたいな。初めて見る。あれ違法パーツか。ツインズガン。あー、ツインズガンか。剣と刃の使ってた武器、パメラ。ノンリミットバトルでスターレイヤーが鳴る、近づくか、近づこう。一個使うか。決してサムネにピコだけ今んとこいないからとか、そういう理由じゃないからね。タンガ行くか。スマッシュボム。でもスターレイヤーガンだから多分近づいて、あんま近づいてくることはないと思うんだよな。デルタボムと、スカイフリースポットでいっか。まあどうせ近づくから牽制でデルタボム使いつつ近づいたスタンガンみたいな感じで。いやでもな、スカイフリーズ、あ、意外と相性悪いんだよな。一番ね、使いやすいのは地上型だから、リトル系になってくるんだけど、遠くでこれ使われても、ただ固まるだけで何もない。何も起こらずに、むしろやられちゃうから、使うんだったら、スタンガンとか、近距離じゃなくて、まあ、ガトリングガンとか、遠距離、中距離あたりの武器を使うのが一番合うよなーって感じではあるね。これかな？これでいこう。ステージはちなみに。グレイブヤード。オッケーオッケー。こういう時なら、でも、あれ使いたいよな。イーグルガンとか、このあたりを使っていきたいよな。フェニックスガンとか。ただもうスターレイヤーガンとかそういう系使われるんだったらちょっと話変わってくるんだよね。これどっち？オッケー。舐めるなー。うわ、怖い。えめ、甘いんだよな。キュッキュッ。まあまあまあいいでしょ。甘いわ。スターレイヤーガンのとか弱いとこ出たな。よーし、発射される前に時間があるということや。3万点。わーお、いいね。パメラのデータ、ツインズガン、やっぱ使わん方がよかったね。イーグルガンとかその辺は、まあ、あんたにめちゃめちゃされるのか。どこ行くの？当たり前のように受け入れてるけど、こう転送装置怖くないのか。
よしよし。悪はいいぞ。違法パーツで相手のロボをズタズタにしてもいいんだけど、ガチの悪来た。お前はマジでここ向いてるわ。メルメルメル気象馬子みたいな。何今の。パチモン馬子みたいな笑い方。スバルボム。スバルは2かな ?2 じゃん、1のあれかな。いなかったよね、スバルって。V2 には。ツインズレック好きだな。早く高いジャンプができる。ジャンプ?で、ダッシュや多段ジャンプの距離も長く、ブルー!なるほど、ロングバーニアとジャンピングレッグと、みたいな感じか。しかも速い。ゆっくりとかじゃなさそうだけどな。マルチプールガン。遠距離好きだな。高いとこから攻めるって感じか。L フォーメーション。近づきたいよね、また。近づくのはマルチプルだとちょっと握手じゃろう、アリンコって感じだったな。分離する前ですね、当たると。マジで。多分、もう上位。ダメージランキング上位。5位には入るぐらいで結構、誇っちゃうから。だからっつって、まあ、この辺使う。で、トラップガンとかじゃないな、あれが欲しい。フェニックスガン、これがいいと思うんだ。で、近づいてくるっていうのもあるから、アイドリングボム近づかせない。サテライトかな、サテライトポットで、まあ、ショートバーニア微妙な気がするんだよな。下に降りるからな、すぐ地面つきそう。あんま、あ、でもグランダーレッグとかは、あ、微妙かな。ショートバーニアかフェザー微妙だな。いや、これねー、いや、でも、あ、これジャンプがゆっくりになるだけか。悪くはないのかな。一回しかでも使えないですね。ショートバーニアかハイジャンプ。今回のハイジャンプあんま使わんからな。グランダーレッグ、どんぐらい低くなるか見るか。確かに。まあでも、これ、これだよな。これ見て、これ、ほら、一回で着地終わる。連打だと1回しかできないから、こうなる。まあ悪くはないか。で、長押しで、ジャンプ長押しで若干高く上がるっていうのを意識しない限り、1回で終わる。こう焦ったらこうなる。やってみる、これで。やるだけやってみるか。L フォーメーションだよね。よし、行こう。ちょっと、このジャンプの高さっていうところに意識を向けんといけんな。焦っちゃいけん。まあ、焦るべきなんだろうけど。移動するときに関しては、意識しないといけんな。いた。あったかな?ちょっと近いな。やべ。あれ、あ、当たった。はい、
や全然負けか、全然負けか。もうこれな、ほらね、これこれなのよ。当たら、当たらねえんだよな。逃げろ、あ逃げろ、オッケー。はい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 、何が当たったんだよ、クソ。かかってこいよ、かかってこい、かかってこい。おらおらおら、撃て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 。ビビってんのか、おい。自爆じゃねえか。あーよかった。ほんとこれだから男は、あ相性良くなかった。なんか勝てたって感じ。てかこいつずるいよ、2個も違法パーツ使ってんの。ゴゴライアスは絶対に滅びん。よしよし、まだ折り返しとかな。次がね、大体折り返しになるんだよな、いつもだと。ただ今回全8000、まだまだ先は長いぞ。赤いいぞ、だって悪いことだけしていればいいんだからな。まあいい、全もそうだろう。じゃあ悪いことしてるって自分で分かってるから俺たち偉いのだ。確信犯こいつ。ジャブ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 ジャ、なんだこいつは、こいつらなんなん、キャラ付け間違ってないか。ブチル、ブチルか。うわホムラガン、ツインズ大好きだな。だドラゴンガンはもういくらホーミング、ただのホーミングじゃねえんだよな。今までのその武器と違って、まああれに近いよな、マルチプルに近いわ。すぐやっぱ出ちゃうから、凝縮されたマルチプルがドラゴンガンみたいなもんだからさ、分離しない、分離しないのがドラゴンガン、分離したらマルチプルみたいな、そんな感じだから。壁の後ろにどうやって逃げるかだよな。トレッドベーシックだもんな。ちょこちょこ動くのが一番いいか。じゃあルーク使う？ルークで。トラップガン。で、遠く。俺が遠くに逃げる系になっちゃうから、使い方的に。遠くに打ち込む系がいいな。ディレイボム。遠くに、あれ遠くに打ち込むやつなかったっけ？レフトウェーブでもいいか。レフトウェーブボムで、あシーカーポップかな。あんま遠くに打ち込む系はなかったわ。はい、あとは撃つ、撃つだけ。ただドレッドベーシックだからマグマには気をつけよう。カメラ位置によっちゃマグマ見えないからな、まあ、場所を覚えとけば、ほんとインコースとかつけばごまかせはするけど、忘れちゃうからな、テンション上がっちゃうとね。やばいか、やばいか、動けない。やばい、この怖さ、色が怖いんだよな、ドラゴンが。やべやべ、シュ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 、いってー、全然当たってなくね、今持ってきた、今持ってきた、全然当たってなくねえか。隠れて、よし。いやー怖い、やべ、何もできへん、いった、やばい、うわー、やめてー、危ない、
ーカーボム撃って。え、逃げよう。ウーフー、ヤッホー、逃げて逃げて。痛い、これよ、俺が危惧してたの。あんまり、あ、あかん。どうなってる今、どうなってる、見えない、見えない、やばい、これ撃たれたら死ぬ。逃げれない。そう、やっぱ相性良くなかったか。あ、これあれか、全面やられてんのか。インコース通りゃ大丈夫だと思ってた。ちょっとリベンジしような、ルーク。さすがにちょっとバカすぎたな、これ。ちょやる、もう一回スタンガン。いや、スタンガンだな。わかったわかった、わかりましたよ。あ、最初の最初の戦い方と同じでいくわ。ボムもまあいらんけどね。はい、どうせ壁の後ろにいればいいんだからさ、ドラゴンガンとか行ったってさ、弾切れたら撃てる武器じゃないからね。どうしても硬直が発生してしまう。顔顔顔顔顔顔。まあまあまあいいや、オッケー。はい、そういう隙をついていくって言ってんの。痛い痛い、もうそんな食らった、やばいことやってるって。お前、よし、はい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 。ちょっとドラゴンガンの炎だけで330ぐらい吹き飛んだんだけど。マジ？パーフェクトいけると思ってたのに。まあ、パーフェクトは言い過ぎても、まあ、900ぐらい残ると思ってた。やらかしたなぁ。ゴライアスは絶対に滅びん。パタム。さあ、4戦目。これ勝ってやっと折り返し。あれ？あ、お前か、ホムラ。ホムラガン。いやあ、ガガンボン君、ゴライアス復活のお祝いに来てくれたのかな、ふふふ。実は僕もダイブの練習を続けていてね、経験不足を補うのは大変だったよ。いろいろ調べた結果、ダイブの良い薬を飲むということが、飲むといいということが分かった。あ、そうな。あ、でもまあ、一応あれなんだな。もうその、武器とかにおごらず、自分の努力不足っていうのもちょっと、認めて練習はしてるんだ。向き合ってるじゃん、一応。ほら、ここに持ってきていいけど。ん？シーザーよ？病院から薬に来たやつだからな。まあ問題ないだろ。ダメだろ、じゃあ。体に合ってないんじゃないの？ムーブオン！スティンガーヘッド！かっこいいよな、こういう言い方すんの。シルバーランド。飛べってこと？で、キーツ！いや、もう、やばい！何がやべて、地上戦にかできないから、骨とかどうやっても当たっちゃうぞ、俺。しかもこれ、空中戦を完全意識してるから。やだー。ほんと、ステージからやだ。何これ。これ相当むずいぞ。だってリトル系はもう死んだも同然だから。いや、もう動かないが正解かもな。じゃあステラ行こうぜ。いや、ジャンプ、ハイジャンプレッグやる、俺はやる。もう動かない。動かないがやっぱ正解なんじゃないか。で、クローチポット。あっちでトマホークボムかな。今んところいけそうだけど。ハイジャンプ。
いけるか。まただな。フェザーレッグ、まあいいか。ぴょんこぴょんこ飛ぶしかないからな。セクシースタンナーの方がまあいいんだよな。そういう意味ではイーグルガン対象いいのは、特にこういうステージだと移動ができないからな。ジャンプで以外エアリアルビューティーは。じゃあその辺の差はあるけど、まあいいか。待って、いや待って、もうキャットだって来た、気持ち悪くて。待ってくれ、何もできん、何もできん、マジ何もできん。本当にきつい、本当にきつい、やばいやばいやばい。やめて、とりあえずよけ。あ、何が当たったの今。おい、ホーネット一発で切れたんですけど。ふざけ、いたー、ま、どうしたらいいのこれ。痛い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 。ちょ待って、マジであんまできん、マジであんまできん、ほんとにできん。うつぐぐ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 、いやー死ぬ、やだよ、マジで。待って、何もできない。いや、これ武器の相性っていう問題か。これあんなにさ、いや、ちげえよ、お前。違法パーツで塗り固めやがって、お前。見せかけの強さ手に入れんな。くっそ。どうすればよかったの、今の。いや、多分、すべてが間違ってるってのだけは分かった。圧倒的なパワーで、あいつの武器をオーバーロードさせるしかないんだ。だからって大事かやめんだよ。ねえぞ。じいちゃんか、スナイパーガンか、スナイパーガンでじいちゃん使うか。空中がテリトリー使うしかない。で、いや、ボムはいい。ただあーでもな、シーカーも穴開いちゃったらそこに落ちちゃうんだよな。ジャンピングポットか。で、ロングバーニア逃げ切れると思う？これやるか。いや、マジでできる気せん。いや、ここむずいわ。まあ、前半のボスって感じするな、このゴライアスの。やばっ、ふざけやがって。あぶねえ、見てここ見、うわー、うおー、やめて、あたた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 、何が当たってんの。うっすうっす、やばい、もう逃げれない、もう逃げれない。ああやめろよ、やめろって、危ね、はよ、ほら、そうなるやん、逃げれんのやから、こっちは。はいはい、よっしゃ、あれそんな食らってた、ラッキー。やっぱパワーやったな。でもドラゴンガンじゃなくてこっちを選んだの正解だった、スナイパーは。よかった、2戦で終わらせた。もうちょっとかかると思ってたから。まあまあまあ、いいんじゃない。スバルガン、豪雪ボム、ミナモポッド、ミナモレック。今日は薬の効きが悪いな。なんかエリカとサトルの夢冒険みたいなやつの有名なキャラクターに似てるな、なんか。そう、色付きサングラスのあの角度はそう見えちゃうのか。お、こっから後半戦、誰だ次は。また普通の、あれ、またいる、コテング。やい、芋ががんぽん。今度こそおいらすげえね。カスタマイズからのホルセームから練りに練らせてもらってたからな。いくらこいてダイブしながらちびっても知らないぜ。
おいらだって意地があるんだ、譲れないぜ。お前さ、意地があるなら違法パーツもさ、そっちに有利なルールもつくんじゃないよ。何このクソデカ、これジャイアント系か、これなんだあれ。プレイヤーデスインパクト、遠距離系か。ジェノサイドボム舐めやがって、もうズルじゃん。左のやつがジェノサイドボムってことか。レイフォーレ、オムラポッド、スバルレックね。はい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 。レイフォールか。レイフォール対イーグルガンやりたいけどな。どっちが強いか。エイミーでやるか。一回決まれば強いな、圧倒的に。イーグルガンだから。まあダブルマインボム、シーカーとかは向いてない。ポットの移動できるやつは絶対にいいかな。いや、グランドフリーズポットありだな。グランドフリーズで止まってる間にイーグルガン設置するってのはできるから、これはありだもと思う。これでいこう。4分割されてるやつとか、てかとにかく分割されてる側で、その相手も同じことを思ってるやろうけど、いない側に行きたい。分裂されたとしてもいない側だから、常に対角線上にいればそれはないから。なんか動いてんな、待って。でいった、これでかい。はいはいはい。なんか怖いのが動いてるね。怖ーい。お前あれ、あっこでも食らうの、やばいな。どっちだ、怖い。いやー、まあまあまあ、あるかな。ジャイアントホームで強化版ずるじゃん、どうしようもないよ。待って、これで死ね、あぶね。いや、待って、え、そんな減ったの。あ、どうした、お前ボムで死んでんじゃないか。100、え、150ぐらい食らうのこれ。ちょっと待って、気づいたらだったわ。かーわい初めて見たな、いつもなんか手上げてるポーズだったから新鮮。よしよしよし、オッケー。こっからさ、露骨に違法パーツ増えていくんじゃないか、これ。まあ、待って待ってた。来たー、天才児のオイル。なんで、どうして？いや、一番狭いステージとかでやればよかったんじゃないの？お前はリトル系なのに、リトルレイダーなのに、遠距離系の武器使ったことがそもそもの間違いな気がする。お、ボロンジュだ。まったく、お主のしつこさに負けるの。だがしかし、いや、お前らだろ、どちらかというと。だがしかし、お主のその目、涼しい目が光っておるわ。正義と悪との立場の違いはあるが、お主のバトル、わしは嫌いでもないぞ。たわごとが過ぎたかの。では、このじじい目が終わりでしょう。よいか、はい。ボロンジ、ボロンジ。なんで読んだんだ、今。声はしわがれ、しわがれ、髪は白くなろうとも、まだまだ若い者には負けません。だ、こむそう。まあ、使え、プライドないのか、お前。ボロンジ系使えよ、全部。フリーウェイ。プレゼントね。ジャンピング。また飛ばせる気がないな。飛ばせる気がないんだったら。飛びたいな。いやー、ロビン。バスタンガンだね。あんま武器はいらんけど、まあ強いて言うたらのためにストレートボムのスタンで、こう
クローチポットかな。手前に来るやつが P だったっけ。リアシューポットで、こう、あ、スタビライザーレッグ、よし。このステージの戦い方は遠距離だったら常に高いところ、近距離だったら相手のそばにいる、それだけでいい。まあ同じこと言ってるけども、特にこれ遠距離武器が刺さる場所ではあるから。いや終わったな。逆によかった。やばい、これ壁なんか動けなかった。端っこなのかこれ。いや今ど何がどうなってるこれ。はい、降りてます。うわぁ、 OK、 もう俺弾撃たないから。 OK、 あ、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 え、負けてる。なに、ボムか。どこ翻弄すんな。俺を翻弄すんじゃねえ。どこにいるかわかんねえ。いた、終わった、俺死んだ、これ死んだ。あお、届け、おっしゃ。こんな300一気に削れる武器がこの世に存在するんですかね。いや、照れますなー。やった。よかった。危ねえ危ねえ、引く。いや、なんか一気に稼げなくなってきたな、ポイント。序盤で稼いでみたいな感じか。次誰だ、7戦目。あれ、もう貴様には痛い目に合わされているからな。決して油断すぎはない。今度こそこのローガの完璧な作戦を見せてやる。始めるぞ、覚悟がいいな。ローガシリーズで来い、お前は。ローガガンで来い。違う気がする、ナックルガンの見た目じゃない。こいつ、お前も他の武器に魂売ったのか。ライトメアガン、何これ。輪っかの形をした弾が2列に並んでまっすぐ飛ぶ。それどういうこと。ニップルレーザーみたいな感じか。おい、使えよ自分の武器。遠距離系これ。いや、でも近距離っぽいな。近距離は中距離だからそこまで遠くじゃない。じゃあ威力でいくか。クレイジーバブーン、あ、ステージ見てないな。マグマカタストロフィー、ちょっと待ってよ、当たるじゃん。あ、違う、あ、中距離か。癖のない中距離系を使った方がいいかな。ニードルガンだな。で、シーカーだな。ステージが狭いからどんだけ遅くてもシーカーいつか当たる。あ、うん、そうだな。いや、リフレクションポットの方がいいやと思ったけど、壁がねえわ周り。変なとこ行っちゃうわ。一番向いてないポットでした。で、スタビライザー、これかな。俺はフクランダーレッグがいいと思う。今なんかメタルグラップラーだよな、クレイジーバブーン。相性もいいって書いてあったし、角度つけれないのきついな。こんぐらいしとこ。よし、なんで俺地上ちょっと高いとこいるのに。今日はダメなんだよ。何、うわぁ、うわぁ、動き止まってる、本当に。何この武器、やばい、でかーい。オロンジが使えよ。なんかステルスが上がってる、こういう武器か、こういうやつだよ。いや、でかいから
痛い。うっうっうは俺撃っただろうが。やめろ、熱くないし、ずるい。いや、よし、愚か者が自分のステージでバカを見てるぜ。俺も見ちゃう。よし、熱い。嘘、当たった。うおーうおーうおー、よし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 、何度なっちゃうわ。よしよしよし、かわいい。これ武骨な、なんかザ・メカみたいなさ、見た目のやつが笑顔になるのかわいいな。よし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 、止まらねえな。え、あり、七瀬様を祭り上げねば。じゃ、七瀬なの？ラスボス、このステージのラスボスは七瀬。あ、六道じゃねえか。優しい顔してるわ。また会ってしまったな。わしも足を洗うつもりが、また相当などに祭り上げられてしまっての。なんでわ、悪い気がせんのや、それで。悪の巣の中でしか生きられない毒虫のような人間がたくさんいるということじゃな。なんか下を、下に文句言っとるというか、言うと、お前も同じだぞ。お前も毒虫だぞ。何使うの、お前。あ、出た、ジェームス。そうそう、こいつ。違法巨大自立機動型か。やばいな。もらえんの？くれねえ。おい、向いてないだろ。待って、六道眼なんだっけこれ。あ、 V レーザーだこれ。 V レーザーじゃねえかよ。何かしらなんだよな、何かしら似てんだけど。いや、これ勝てなかった。何で俺勝ったんだっけ。いや、もう行くか。これこそさ、今こそイーグルガンの出番なんじゃないか。で、どうせこんなもん効かないんでしょ。分かってんだから俺は。だから、ま、空中系の武器を使えばいいから、どうせスタンにもならないだろうし。トマホークボム、空中に浮かんでるとかいう謎系だから、まあ、ジャンピングポットやるか。確かね、ジギーちゃんとバブルガンで勝ったんだよ。それは覚えてんだよ。このちょっと盛り上がったところを使ってね、ごまかしてたんですけど。お、よし、うっせ。いや、距離届かない、届いてない、届いてないよこいつ。弱すぎるぞ。いや、でも全然ってこんなやってこれしか減ってないの。うわー、きついな。危ねえ、助かった。おい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 、やめて。って当たってる。避けきれんかったか。ほい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 、やるぞ俺は、負けねえから。やめて、それでもきついものはきついわ。じゃあ飛べよ、もうちょっとちゃんと。俺、はいはい、あと 70?10 だ、終わりだこれ。よっしゃー、食らった。最後普通に撃っとけば食らわんかったのに。ボムでも何でもよかったのに無駄に一発食らっちゃった。よし、オッケー。確か俺がね、旅立ち編で戦った時はこの武器持ってなかったんよ。よしよし、で、あまりセクシースタンダードも使わんかったから、
こうやって見るとなんか尻下がりって感じするな。よくね、右肩下がりだ。上銀、お、よかった。序盤に稼げた甲斐あったな。最後3万5千点が効いた気がする。パメラ、豪雪ガン、ミナモガン、コムラガン、スバルガン、ツインズガン、ナイトメアガン、豪雪ボン、ミナモンボン、コムラボン、スバルボン、ジェノサイドボン、豪雪ポット、ミナモンポット、コムラポット、スバルポット、ツインズポット、豪雪レック、ブロンジどこ行ったんや。ミナモレック、ホムラレック、スバルレック、ツインズレック。よーし。こんなに、あ、かっこいいな、ツインズレック。七瀬、お前のいないゴライアスなど。だからわしは復活のでは反対だったのじゃ。すぐ神輿乗るんだからこいつ。危機として登ったでしょ。え、わしっつって。そんなことやるから。いらん、無駄な恥をかくんだよ。よし。壊滅。いんのかな。ちょっと探すだけ探してみる。連打だけしとこ。あ、やっぱいたわ。よくこの場所見つけたな。俺は一人静かになれる場所で修行するのが好きなのだ。まあせっかくのお客様だ。いいだろう、勝負だ。ちょ、よりによってこのステージすら長かったゴライアスの館後にやる戦いじゃないかも。何が来るんだ。ジード、まあ、まあ普通に強い系だ。あ、何もないステージだ。おもろこれ。じゃあ放熱とか強えじゃねえかよ。ふざけんな。リトルスプリンター使いたいけどな。俺が普段やってるような隠れながら戦うが一体できないけど、レフトアークとかライトアークとかが、まあ、やりやすくはあるよね。どうしよっかな。設置系の武器はあまり強くないというか使いづらい。弾が発射されるまでやられちゃう。あ、逆に今は使っていいんじゃないか、豪雪とかこういう系ね。いいよね。俺もスバルガン使おうかな。こういう時しかさ使えないのよ。普段はあれだから、あの違法パーツっていう理由でポイント限定になっちゃうんだよな。今しかねえな。ちょっと待って、どういう相手のタイプか見よう。それで武器とか決めよう。ジャンプが下にジャンプで、スバルレッグか、スタビライザー系ね。あんま飛ばないのかな、まあ、飛ぶけど、まあ、地面に降り立ちがちだから、まあ、ストレートボムで これが一番いい気がする。スイングポット、ジャンピングポット、いいね、これ。さあ、まあ、ミナモかな。でもなんでこいつ使ったんか分かんないけど、セキシースタンダー基準でちょっと言っちゃったけど、いや、まあこれが一番いいかな。うわ、すごいな。これで見るとめちゃくちゃ紫なんだ。一番、わ、めっちゃ合う。行こう。なんか合うな。服装が紫だから違和感がないな。さあ、プレーンステージ。次は全部ブロックだけのステージとかありそうだね。壊せるブロックしかないみたいな。いずれプレーンステージになるみたいな。考えること同じ。俺が負け、くっそ。やべ、カーブだこれ。動くのに時間かかる。相手食らってないんですけど、なんで俺が負けんの。おかしいよね。俺先撃ったのに、なんで俺が先にやられんのこれ。おかしくない。どっか行けよ。痛い、もうボムが。ちょっと待って、相手判定強くない。はい、どういうことよ。え、
あ、びっくりした。修行に並んで。闇が修行すんな。史上最強の弟子ケンイチじゃねえんだから闇は修行すんじゃねえ。マジか。やっぱ走り回ったらいいのか。もう仕方ないね。まあ俺のアイキビットでいくか。まあナイトメアなんかな。で、うろちょろするやつどれだっけ。これか、ミナモポット。スバルレッグ。これかな。クレセントかな。いや、止まろうか。よし、行こう。いや、普通スタンガンでいい気がする。いや、ただ何もない怖さがあるからな。うわっ、また相手が早い。届かねえ。今何でしょう、来たお前。いやー、ダメか。すごい浮くな。あ、逃げ切れない。嘘だ、逃げ切れないんだ。じゃ前に突っ込んだり。あっ、撃ったやん。撃ちました今俺。ふざけんな。やばいやばいやばい。ういうい。いやー、一発当たったら最後だ。ジャンプできねえ。遠く行ったら終わる。痛い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 、マジで。いやー、タイミングゲーじゃねえか。ショットガンの良かったか、やっぱ。うわー、うわー、くっそ、惜しい。難しすぎるよ。ちょ、勝たせてくれよ。なんでもかんでも違法パーツじゃない方がいいのか。でも空中は空中で無理だからな。もうこの辺で行くしかないんだよな。すぐ撃てるやつはいいし、絶対に。仕方ねえ。フリーウェイガン、いや、フリーウェイガンか。でホムラレック、ちょっとジャンプ力あった方がいい気がするな。これでいくわ。なんでこんな、いや、ノラファイターが一番強い。ノラコマンダーが今んところ一番負けたキャラは、あの一番狭いスケール使ってた女の子コマンダーかスバル。うわぁ、このここでそれはきつい。先に行って、いやー負けた。歯もうなんか出てたし、もうなんで俺負けんの。ねえ、マジホーネットが強いんだけど。相手が強い、ホーネットが。何が当たったんだよ、やめろ。もう無理や、飛べないし動けないしで。何がいいんだよ、なんで俺負けてんの。おお、やめろー、やめろ。うわー、避けれねえ。もうマジで何もできん、マジで何もできん。もう無理だよ。何がいいのこの武器、何をするべきなの俺は。
ずるいって、修行ならんぜって。違法パーツ使ったやつが修行とかほざいてんじゃねえぞ。くそ。せっかくだから勝ちたいよな。いや。スタンガン。いや、ちょっとね。考えてることが、いや。3回負けたとか、まあそうだよね。近づい、相手に近づくやん。まあそこはね、まあスタンガンの戦い方ではあるんだけど、それ以外の、だから、相手が復活するとき。いやー今アタックできなかった。いや惜しいな。うわ今当たんない。いやこれ、いやサビライザーの方がよかったな。サビライザー系のスパル系がよかったな。いや今違う。いや今押したのよ。押したのよこれ。よし。いやそっち逃げちゃう。いやでもこれで近づくのが一番正解。はい、オッケー。やっぱこれだわ。スバルリックのが良かったかもしれんな、結果的に。ふふ君弱いね。かわいい。あの目が俺を狂わせてるわ。オッケー。貴様なかなかの腕だな。撃った証に、あ、戦った証に、ホロセウムのデータをやろう。土産に取っとけ。はぁ、あ。最長記録じゃない。バトルで。13、4回戦った？じゃ、次回は、もうなんだ、あっこだな。こっちのドレッド編。はぁ、あ、きつかった。向こうもありそうだな、同じようなステージが。はい。終わります。疲れた。動画時間50分ぐらいになってんじゃないかな。困る。まあいいや。それで終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。